これまでに入っている新型コロナ関連のニュースをまとめてお伝えします。トランプ大統領も一時服用していたあの薬をブラジルに送りました。アメリカ政府は新型コロナウイルス感染症の予防や治療のためとして抗マラリア薬ヒドロキシクロロキン200万回分をブラジルに送りました。 WHO 世界保健機関は先月下旬、副作用の懸念からこの薬の国際的治験を停止していますが、両国は共同で臨床試験も実施するということです。花火にコロナ収束の願いを込めました。今日午後8時ごろ、東京など全国各地で花火が一斉に打ち上がりました。コロナの影響で隅田川花火大会など花火大会の中止決定が相次ぐ中、花火を見て笑顔になってもらおうと全国の花火事業者が企画しました。3密を避けるため打ち上げ場所は非公表で行いました。その他のニュースはご覧の通りです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。